きチャンネルしょこんにちは。さあスカウト編成チェックセ・リーグ編というところでは、はい、今回ジャイアンツ、ね、2年連続 B クラス低迷で監督が志の輔に代わって、はい、どうなるかっていうところで、まあ、スカウトと編成は仕事ちゃんとできてるのかっていうね、はい、ところででも年末水野さんに会ったんですもんね、編成部長にお会いしたんですよ、うん、はい、僕の先輩のなんと、うん、水野さん YouTube 見てるよって言って、お、ありがたいですね。で、うん、いや私でも佐藤さん結構編成とかズバズバ言うじゃないですか、うん、え、水野さんこんな笑顔で言ってきて大丈夫なのかなって、うん、ちょっとこう、うん、ありがとうございますっていう感じしたら、うん、佐藤に言っといてよ、うん、最高だよって言い過ぎやぞって言われても、うん、俺には1ミリも響かないけどしかも水野さん先輩だから同郷の、あ、まあそうなんですね、うん、でもまあズバズバ言うのが彼にしかできないことだし、うん、僕たちはなんか言われてなんぼって思ってるから、あ、じゃあもっといいってもっといい言っていいってことだよね、かもしれないですね、うん、ボロクソにいやあえて言う必要ないと思うんですよボロクソにだって言われるのが仕事だから最高やって言ってるでしょ。いや言われるのもまあ言われなんぼというかまあそれは別にいいんで、何も言われないよりは言われた方がいいんだよみたいなニュアンスだったような。そうだよ、だから俺今度言うと言い過ぎやだって言う、だって袴さんが水野さんもっと言ってくれって言ってたって言ってましたから。いやもうそれはちょっといいからもっと言ってくれとは言ってたんですよそんなこと言ってない、はい、俺はもう、俺本当に、はい、球界の忖度なしようだから、はい、うん、そうですね、うん、思ったことは言っちゃうっていうことですよね。そう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 、しかもよ、うん、そんな主観入れてないからこのはい、スカウト編成は、うん、事実を述べてるだけ。そうですね、うん、データの一応ちゃんとルールを決めてそれに基づいてランク付けをしてるだけ、ね、だから、うん、そのなんか主観で、うん、とかひいき目で言ってなくて、うん、ただ、はい、データとして出てますけどどうですかって言ってるのね、はい、言ってるだけだ。そうですね、分析してるわけです、ね、そう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 、だからいわば俺の気持ちじゃないんだよ、はい、これは、うん、出てる事実に基づいた分析を言ってるだけだから、それはもうどんな言われをしても、うん、受け止める以外ありません、はいはい、まあでもジャイアンツがね今どうか分かんないからね、だから、はい、ジャイアンツのだから改定するところで言えば、はい、坂本が 2SS から 3SS、はい、これは東京オリンピックだね、うん、で続いて太田大志 BB から S、うん、これ日本ハム行ってたよね、うん、岡本、うん、AA から 1SS、 これは WBC とタイトルね、うん、取ってるからね、はい、で次が吉川が無印から BB、うん、で畠が無印から B、うん、で桑原が無印から B、うん、で大城が B から 1SS、 だからまあベストナインかゴールデングラブを2回取ったけどね、うんで高橋優輝が無印から A、はい、で19年からのドラフト、堀田、太田、菊田、うん、これ無印、はい、で2020年1位平内 B、うん、で2位の山崎伊織が A、うん、で3位中山礼都無印、うん、で21年太田大勢 1A プラス、うん、で2位山田、3位赤星無印、で22年浅野、萩尾、田中無印というところで、はい、まあ比較的ついてるよね。ランクついた人はかなり増えましたよね。増えたね、うん、しかもA からね、大城、岡本は AB から S1SS になってるからね、はい、じゃあなんで弱いんやっていうね。うん、どこですかこれは。リリーフやな普通の分析まあいわばまあね、この菅野がちょっと今落ち気味になってきてるっていうところ 1SS、うん、はい、で小林が 1S だけどもうほぼ補欠、うん、で田口はいないでしょ、はい、先発もでもあんまりいないですよね。そうだね、で高橋優輝も A だけどもういないじゃんね、うん、ですね、ほぼね、うん、ほぼ2軍でしょ、うん、だからやっと山崎投手と赤星投手が出てきたけども赤星はまだ無印だからいないよね。ピッチャーがあんまりだから、うん、逆に野手がだから印ついてレギュラーで印ついてるのって言ったら大勢の 1A プラスで山崎伊織でしょ、うん、で次大城でしょ、で桑原畑とかはいるかどうかわかんないじゃんね、うん、正直ずっといるかどうかっていう、桑原さんもそうですね、で吉川が BB でしょ、うん、だから吉川が A ぐらいいかないといけないんだよね、うん、で、重信も B だけどレギュラーじゃないじゃんね、うん、で高木いないでしょ、うん、利根いないでしょ、で岡本はまあレギュラーだけど田口いないでしょ、はい、で小林補欠でしょ、で菅野がここからどうなるかでしょ、はい、で伊調華はもういないでしょ、うん、だから何気に印ついてるけど出てる選手いない。本当だ。もうランクはあと短命多い。うん、本当になんか今このランクついてる人たちがチームをこう張ってってる、引っ張ってってる感がないですね。いない、うん、全くいない。あ、本当だってことだ。だって今もう超バリバリレギュラーで印ついてるのって言ったら岡本、大城、山崎伊織、大勢で、まあ、吉川ぐらいじゃない？あ、そっか、戸郷投手とか甲斐ですもんね。そうだね。うん。甲斐でじゃあ印ついてそうな人っています？今レギュラーで。だから戸郷でしょ。うん、あとはあれ門脇とか100試合出たのかな。26試合出てます。あ、うん。だから門脇がだから B になってる、ね。B がつくんだ。うん、あとはまあ中川。ああ。リリーフだとね。うん。あと菊池、あーリーフの、うん、が B で野手だと秋広が B、うん、で松原とかも B とかになってんじゃない。21年100試合で出るからね、うん、でもランクついてる人がでもあんまりいないね。うん、なんか今出てないっていう感じが。そうだね。だって今でいうと大城でしょ、うん、でファーストが中田だったでしょ、はい、去年はね、うん、で今年からは岡本、はい、でサードが坂本、うん、でセカンドショートが門脇、うん、吉川、外野がまあ丸とか梶谷とか秋広とか、うん、そこら辺も流動的だよね、うん、おこえとか岡田とか萩尾とかか、うん、浅野とか、うん、おらんな。自慢がいない。もう確かに最近ちょっと若い人たちこう生え抜きで出てきたなって印象ありますけど、うん、まだランクついてない人が多いので、うん、まあ出てくるんだけど、うん、短命多いな。あ、この長期的に平内とかも B 行って BB 行くかと見せかけて行かへんし、うん、ね、で高橋優貴はおこれでってなったら行かへんし、吉川も A に行かないとね、うん、うん、で重信とかも1、2軍行ったり来たりでしょ、うん、だから常時1軍にいる選手いないな。あ、そうです。安定してないですね。そこが弱さやな。でそれによって、うん、あとは今まではそれでもね、だから過去の見たら逆指名制度万歳ドラフトだからね正直。でもほぼ S ですね。うん、でもほぼだって94年以降でドラフト1位であんまり活躍してないの原俊介、まあでも2回 BB あるからね、うん、だから無印でいうと原俊介、野間口、辻内、村田、松本だけだからね。櫻井でも昔でその強い時で言うと原俊介と野間口だけじゃん、うん、島内とか、うん、他も全員 S クラスだからね、うん、これも逆指名制度の賜物だね、うん、正直に。でそんで甲斐もさ、はい、出てきたらそれは強いよな、うん、で FA でボン取ってきてな、はい、補強してましたし、ね、で外国人も活躍して、うん、であと今の巨人の低迷はだから球界を代表する選手がいないな、うん、そのもう頂点見た選手が、はい、戸郷投手ぐらいですか今。だから上位でいうともう大城と岡本しか近年でいうとそうですねいないから、うん、だからやっぱそこら辺がもう一つ強くないところなんだろうね、うん、で FA とか外国人で補強しきれてないし、うん、だから小粒が多いな。だここら辺からでいうと、まあ、浅野とかね、うん、赤星とか、まあ、直江とかね、うん、出てきてほしいですね、うん、もっともっととかが出てきたらもっといいけど、あと吉川が BA ぐらいになってきて、うん、いやでもほぼもう17年前とかもう15、16とかもうほぼおらんもんな、うん、そうですね、うん、本当、うん、ランクついてる人が印ついてるけど、うん、パッとせんな。1位上位3位までの印のつき方じゃないね、うん、これが下位だったらいいんだよね、はい、正直ね。だパーセンテージでいうと19年まででいうと B が 15%、A が 5%、S が 21.79% で、全体的には 42.31%、うん、で、2023年まで入れると B が 15.56% で 0.18% 増えて、で A が 6.67% で 1.46% 増えて、うん、S が 22.22% で0.5% 増えて、全体的には 44.44% で、2.13% 増えてるんだけども、はい、なんかバッとせんねんな。なんかちょっと違うよね。なんかちょっと違うんだよね。うん。印ついてるんだけども、やっぱその今までやったベイスターズとか、うん、カープの時に比べるとちょっと違うんだよね。だってやっぱチームの顔って言われる選手がやっぱ坂本選手とかじゃないですか、まだ。ってなるとやっぱだってドラフトだいぶ前ですもんね。あとはまあ岡本2014年、岡本選手、大城もなってきて、外野とかほぼいないもんな。だからやっぱり去年のドラフトの巨峰投手か浅野とか萩尾とかがね、だから戦略的には間違ってないと思うんだよね。いないところを取りに行ってるっていうところもあるし。で今、リリーフもいながら今年西田で1位でいったっていうところもあるから戦略的には間違ってないんだけども、人を間違う可能性はある。人を間違うポジションを抑えようとしなきゃいけないポジションの戦略は合ってるよ、はい、でもその人じゃなきゃいけなかったのかっていう。だから選ぶ人ってことですか。そうそうそう、いっぱいいるわけだから。はい、そうですね。しかも1位なんて何人やねんな。もうだって1000人ぐらいになったから選ぶんだよ、はい、1位2位とか。だから抑えるポイントは俺は合ってると思うね、全体的に見ても。でも抑える選手はその選手で合ってましたかっていう。厳しいですね。いや、じゃあ出てるから。いや、そうですね、出てる数字が。ランクついても多分1年頑張ってついて今いないとかが、ランクがついてるってことはやっぱ抑えなきゃいけないポジションを抑えれてるってことだね。そこが足りないから結局この人たちが稼働してるってことだよね、はい、でも長続きしないのと増えていかないっていうのは、ポジションは合ってんだけど、はい、選手を間違ってるから結局長続きしないのと、はい、収まるほどの納得を現場ができない、成績しか残せないから、こういうふうに B が多かったり A にならなかったりとか、あと短命で人が全然いなくなったりするっていうところは、だから戦略はいいよ。はい、戦略は平成の戦略はもう戦略はいい。選択が間違ってる。いや、じゃあ俺主観じゃないから、ね、今俺の言葉じゃないの。そうですね、見た、これ誰が見てもそういう意見になっちゃう、はい、分析を述べてるだけですよね。そう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 、厳しいとかじゃないよ、はい、もう占い師は妄想で喋ってるかもしれないけど、はい、俺もリアル、リアルです。リアルにそう思っちゃいますもんね。そうそうそう、まあ他の意見があればね、水野さん含めジャイアンツのファンの皆様のご意見をコメント欄で賜りたいですけども、佐々木チャンネルの分析としてはジャイアンツの編成スカウトは戦略はいい、めちゃくちゃ選択を考え直そう、もしくは選手が頑張るか。でもまあここら辺はね、最近はちょっとここら辺の伸びしろがね、まだ今度5年後ぐらいしたらね、S とか A とかになってくる可能性あるんでね。そうですね。まあそういったところがここ3年ぐらいでね、周囲への逆襲に向けては大事なピースになってくるのかなっていうね、ここら辺の成長がね期待されるところじゃないでしょうか。はい。